非電子頭脳とは、アイザック・アシモフの SF の、特にいわゆるロボットシリーズを中心に登場する、架空の技術装置であり、人間に認識できる意識を不特定な方法で形成する、ロボットの頭脳として機能するコンピュータと設定されている。非電子脳、ポジトロン電子頭脳、ポジトロン頭脳、ポジトロン脳等と様々に訳されている。一般に、 高度なロボットなどといったものの頭脳をイメージさせる形容や表現として SF では人工頭脳ないし電子頭脳といった表現が20世紀初頭から2018年現在でも用いられているが用電子は1928年に創造され1932年にはそのようなものが観測された素粒子としてアシモフがこのシリーズを書き始めた1940年前後には ビビッドな存在であり、また、その後のエレクトロニクスが発展し続けた時代においてある、程度継続的に電子に対し、要電子のという語は何か違うものという想像をかき立てるものとして機能している。アシモフの各作品から断片的に得られる技術的詳細は、下記の通りである。20世紀後半のトランジスタや、 集積回路の発展のために見落とされがちであるが、電話や電波などといった電気の応用は19世紀のうちには始まっていて、真空管による電子の応用の発展は20世紀初頭には始まっている。ありがとうございます。